歌川広重、基礎街道69時、大井大井塾は、中仙道の46番目の宿場。美の国名郡大井村に存在した。江戸方から、横町、本町、立町、茶屋町、橋場と五町があった。それぞれの町は6箇所のマス型によって区切られていた。大井塾から牧が、寝井分けを経て、花街道を利用する旅人も多かった。なお、 川越街道の大井塾とは別物である。江戸幕府の旗本で、笠松陣屋で、美濃国の幕府領を管理していた、岡田義正が、満足和歌集に、大井塾のことを書き記している。まさしく保つと、伊フ年の三年八月初めのほど、江戸ではべり、十六日孫目の峰下るより、美濃の国を見下ろして、今ぞ心落ちに抜ける。その夜は、大井の里に泊まる。 このところは、慶長の末方までは、伊勢の沖縄の預かるところにて、たびたび機械をさとなり、今宿る、家のある主も、昔のずさなり。古い人もこれけに宿り慣れたまいて、死と思いいずれば、庭のやり水かけと丸心散らして涙もよのと、流れそひぬ。物語に、明石の天くん、親孫はうの後を訪ねて、年へて登りすみける、土日かき多いの宿、紫式部が、 筆のすさびも思い出られて、組手シルトの宿の哀れさはここも大意の里のいさらい、本人跡明治天皇安財所は、旗子から作った、距離表。を、ありがとうございます。